はい、皆さんこんにちは、村長です。記事にも書いてましたように、前に持っていたローディチューナーというのがこれでして、今回買ったのはこれです。値段は半分ぐらいなんですけども、これはとっても優れています。こちらの方は iPhone、iPad と連動するんですが、 iPhone、iPad がないときは役立たずです。こっちはですね、それなしに、もうここ自身が一つのチューナーであり、コンピューターであり、そういうふうになってるようです。で、オートモードというのがあるんですけど、ライブの前とかにちょっとだけ、例えば音が狂ってたとしますよね。こうやって。はい。こういう時に、このオートモードでしたら、どの弦からでも、いいんです。それで弾いたら勝手にですね、糸巻きしようというふうに動きまして、ちょっと僕のねペグが硬いからで、次5弦いきます。はい、4弦、2%、こんな感じで、合わせられる。どっからでも、もう一回例えば6弦やるとしても。こんな感じで自動的に、弦もこの弦というのをですね、勝手に判断してくれるようになっているようです。めっちゃ便利で、7000円ぐらいで、買えるんですけれども、これはとってもいいですね。ということで、あのローディチューナーさんには申し訳ないですけれども、もうこれとはもう雲勢の差ですから、こういうのもいいんではないかと思います。5フレットで合ってるかをちょっと試してみますね。はい、かなり正確ですね。あの音っていうのはよく似た音になってくると、あの周期が出てきてファン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 となるんですけれども、かなり正確に合ってると思います。ということで、新しいチューナーのレポートでした。